家族も喜んでくれて、本当に一緒になって喜んでくれてという感じでした、昨日の夜。すずちゃんはね、一回その配信が終わって帰った時には寝てた。あのあれだね、一回、昨日は2回配信したけど、1回目の時はすごいもうね、すずちゃんも大号泣してくれてっていう風に話して、2回目はもう寝てたね。ドドドドドドド、こんばんは。ドドドド、びっくりした。今日は早起きの顔してる。よっしゃ。そう、今日はね、そういつも全然起きれないカノンがね、なぜかこうセットした目覚ましの時間より1秒前、1秒前っていうのはカノンの感覚なんですけど、はあ、なんか寒いなと思って毛布かけ直しながらいて、で、はっ、ってなんかなって、そしたらでででてんって音が鳴り出した、目覚ましの。週末ありがとうございます、頑張ります。こんばんは、爽やかな緑、爽やか。こんばんは、こんばんはです。53ちゃん50カノン、ありがとうございます。見れた、ありがとうございます。50カウントもありがとうございます。ケーキのダイブはなかったね。寝てたんかい。そうそうそう、泣き疲れしたのかな。そうだね、わらび餅でパーティーしましたか。あ、わらび餅はそんなね、毎日食べるものではないないと思うけど、うん、わらび餅でもよかったかもね。わらび餅のおかげでもあるかもしれないね、ほんのちょっとだけど。泣いて目は腫れなかった。あー、どうなの、うんうんうん、大丈夫、大丈夫ですかね。ちょっと今はもうだいぶ経って、めっちゃ緑緑めっちゃ言ってくれるじゃないですか。緑なんですよ、すごい模様が、模様柄いい感じ。今日も来ますか。あ、今日わらび餅屋さん、わらび餅屋さん今日は来ないんじゃないですかね、さすがに。今日も来たらもうね、本当にちょっと来すぎじゃないですかって感じ。わらび餅屋さん、お、注文が入りそうだ。アメフト、アメフト、あ、これフットボールで合ってる、あ、読みが合ってる。ちょっとあんまりね、文字とかこの T シャツに関して気にしてきてなかった、よくわからん。こんばん、マニ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 、こんばんは、こんばんは。はい、じゃあテロップ入れていきたいと思います。今日はですね、あの、今日はまったりとお話をしていきたいなって思います。よし、こんばんわらび餅新しい挨拶が、こんばんわらび餅、もちもちポチポチ、音楽がないと少し寂しい。あーね、そうですよね。そう、でもポチポチはまあ一旦ね、ありがとうございましたっていうことで、ちょっと今日はかけてないんですけど、今日はまったりお話なので、どうでしょう。ピーチソーダかけようかな。でもピーチソーダはエンディング感が強いから。おじさんちゃん、ありがとうございます。こんばんは、50完了ありがとうございます、ありがとうございます。何がいいんだろう、何にしようかな。アンブレラ一回かけてみます、どんな感じかなって。これもオリジナル曲になってます、アンブレラ。はい、新しい曲を作らなきゃって思ってます、作りたいなって思ってます。そう、結構ね、一緒になっちゃってるから。もちもちする、無理でも食べてね無理でも食べてね。
画質？今日画質？今日かな？画質でいい。なんかカノンね、そう画質がちょっとあまり画質？あのネット環境があまりよろしくなくて今で、あのなんか光回線の方がですね、あの6月中旬にあの固定回線か、固定回線がね本当は来るはずだったんですけど、今日ちょっとお電話があって、あの7月中旬ぐらいになっちゃいますってなっちゃって、なのでしばらくそう、あなるべくはい急いでくださいっていう感じで、コンコン、50ねっとり50まったり、ありがとうございます。まったり、こんばんは。お、ありがとうございます。こんばんは。構想ね、ね、ちょっとそうだな、なんかいろんなのが途中みたいな感じになっちゃってるから、仕上げまあできて、まあわからないどれ、今まで書いたやつが新曲になるかもわからないし、歌詞とかねまた新しくになるかもわからん。ありがとうございます、50万たり、こんばんにゃー。コロナの影響かなみたいな、うん。あらら、コメントがすごいことになっちゃった今ね、なんかどっか触っちゃって下にすごい行っちゃった。そうそう、忙しい、遅れがち、せねっとりさん忙しいのね、やっほー。回線は変えるの、あ今ね固定、昔はあったのかな固定、今は固定のがなくて、うん、固定じゃなくて今は、はい、で固定になる準備をしてるんだけど、そうなっちゃったの。テレワークで、テレワークで、あ、そういうことね。みんなそのコロナの時期でテレワークがあるからってことか、遅れちゃってる。なるほど。ね、でもね、早く良くなりたい。早く良くなりたいんです。久しぶりに配信が落ち着いて見れてます。ありがとうございます。おめでとう、良かったね。ありがとうございます。本当にね、皆さん、あの、お祝いの言葉をいただいて本当に嬉しいだけどね、ここからカノンは頑張らなきゃなって思ってるんで、そうカノンはあれですね、この時期に向けて体力をつけなきゃなって思ってます。なんか基礎体力的なで、腕立てができないから腕立てをできるようにならなきゃなって思ってます。幸せの黄色いわらび餅、幸せの黄色いわらび餅、腕立てね、腕立て腕立てプルプルしちゃって全然できないから、そうできるようになる。え、うん、なんだろうね、カノンはこうこの部屋にいるとたまに地震って思っちゃうことがある。多分このカメラはね、多分触ってないカノンは今、はいとりあえず気にしないでいきましょう。きなこおめでとうにゃー、ありがとうございます、ありがとうございます。黄色いわらび餅、わらび餅黄色、あ抹茶とかだと緑ですね、抹茶とかだと緑、そう、なんなんだろうね。あ、またわらび餅が来たのかと思ったもう聞こえる、何幻聴じゃないけど、もう聞こえるようになっちゃうかもしれない、あんまり来すぎると、あれあれみたいな、あれ来たみたいな。久しぶりに元気を見に行くこと、今が楽しみだな。ねカノンも楽しみと何ドキドキとです。星になっちゃった、星になっちゃった。星が大嫌いなカノンちゃん、うん、嫌ですね、嫌だというか、なんかね、なんか、うん。おはこんばんにゃん太郎、ありがとう。こんばんは、おきどき
おきどき、そうドキドキしてます。50回もありがとうございます。ありがとうございます。しばらくぶりかな。ありがとうございます。こんばんは。舞台に行ってどうなね、ちゃんとはい開催したいですね。チャンスをものにして、そうですよね、本当に皆さんにいただいたチャンスなので、ものにできるようにちゃんと頑張ろうと思います。全力でね。はい、やっぱあのなんか今までそうちょくちょく話してきたけど、あの先輩とのねあれが今まではあのコロナでねあの全然活動も止まっちゃって、だからさあれですね、あのエコパのリハーサルと本番と横浜のリハーサルが始まった頃だったんですけど、本当にねそう緊張もあったから、最初も全然ねこうお話できるような感じではなくて、だからあ先輩とのこうねやっぱ関わっていくことになるのも緊張可愛らしく美しくなっておりますね。もうありがたい、ありがとうございます。顔に自信が満ち溢れてますね。本当ですか？そんなことはない。うん、分からんけどね、本当にもうなんか嬉しい、やっぱね結果出る前とは違うと思います。また違った顔、そう、ね、浮かれてるとかではなくて自分の心は、うん、共演する先輩と仲良くなるといいね。本当です、本当にあのうん関わっていくのを大切にしたいなって思います。おめでとう言ってたよね、本当にもう本当にとか言って、そうありがたい、お湯沸かしてるんですよ。そう今日はアイスコーヒーを飲もうと思ってアイスコーヒーを作ります。だから沸かしてます。じゃあちょっと引いてきますね。先輩とできるね、うん、それもね大きいと思います。うんうん、この時今日終わったら先輩のため口だったら、もう想像もつかないです。カノはなんていうのかな、今までそうなんかまた違うかもしれないけど、部活は一応やってこなくてレッスンをしてたんですね。だからなんか結構先輩っていうのがね、そうどういう感じかなって、そう初見です。あ、違った、ありがとうございます。こんばんは。カノンちゃんが努力してることは嘘。あー、ありがとうございます。これからも頑張ります。こんばんは。しかし、サイちゃん、ゆっちも聞こしゃい、みんな優しいから安心して、あ、はい面白い話をしてくださいと言ってみよう。え、それはなんか決まりというか決まりじゃないけど先輩おもろいで、そうね、6位、うん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 、そうなんですね。対戦って初めてのイベント、そうなんですよ、そうなんですよ、初めてがいっぱいです。初めてのイベントに行かさせていただいて、こうやってファンの方とあのカノのファンだけじゃなくても、うん、共同作業っていうのも初めてで、先輩とすごく近くっていうのも初めてで、サッカーで言うならサッカー部じゃなく球団のユース、なみなみ気分が出なかった。あ、かよっこさん合ってますかね。うん、ちゃんとそっかな、あんまりまだ詳しくなくて、ちゃんとアンナの練習もしてないと支配人に怒られます。
えこみんありがとうございます。初めて共演する先輩やショールームしてからコメントできるぐらいにかっこよくなってほしいな。どうなるんだろう、本当になんていうの、読めないっていうか。竹内咲さんも応援してたよ、楽しみ。あ、頑張ります。ガンガン行きましょう。知らんけどそうですね、どうやって行きましょうね。やっぱお話はどんどんしていきたいなとは思ってるんですけど、失礼のないようにね。あ、合っております。今も話してくる研究生で絶対ゆっちがいろいろと教えてくれた。うんうん、それもね、そうそうそう、決め、なんかこの立候補の時にっていうことだよね。うんうん、こんばんにゃ。ゆっちの子たち羨ましがった。ゆっちゃんとかすごいものとでね、あ、ほん、あの羨ましがるというか、あのゆっちのみんなもそう、あのおめでとうっていう風に LINE とかでくあのくれて、そうだから彼女に本当にもう感謝の気持ちを伝えた感じになっております。今年も8月は本当に楽しみ。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。全然もう本当に嬉しいです。ありがとうございます。皆さんガリガリ君でも食べてる？食べてないですよあの豆を引いております。嬉しいね、本当に嬉しい。そうやっぱりみんなも10期のメンバーも呼びかけとかしてくれてるメンバーとかいたから、ね、感謝。あれありがとうってコメントあら、こちらこそありがとうって言ってたよ。おおお、なるほどね、ショールームか、それコメントだからそういうことかな。そう、同期にも感謝。チェックしましたけど、努力を惜しまないことを理解しています。握手会、あ、見てくださったってことで合ってますか。ありがとうございます。あれもね、本当にあの本当にね、いやもう難しかった。どうやってやったらいいんだろう。ガリガリグルグル、なんかスッキリした顔して。本当ですか。そう、ショールーム、うんうんうん、立候補した結果が出たのはすごい。本当にね、本当にもうそれは本当に皆さんのおかげ。カノンまだね、全然ショールームとか以外ね、活動も全然してないから、まあエコパーは本当に出させていただいたけど、ありがとうございます。いや、握手会ハートありがとうございます。ハートハート、こういうスタンプいるじゃないですか、ハート。ヤコファミの皆さんと会えるのが楽しみ、楽しみ。ハート100受け取ってありがとうございます。受け取ります。なんかとも欲しいなっちゃったけど、うん、大人のカフェさんとかの方々も本当に今回ね、一緒にやらせていただくってことで、もう先輩とか大人のカフェの方々のもういいところはもう全部吸収するつもりで頑張るんですここのルームの人いろんなルームで折れてた、もう皆さんもう素晴らしいというか、素晴らしいって言い方が合ってるか分かんないけど、本当にねなくとも佐藤加穂先輩は皆さんのこと気になってるはずね。そう、あのなんだっけ、このなんだっけ、ドラフト会議だっけ。そう、本当にありがたい、指名していただいて。あ、帰宅お帰りなさい。こんばんは、ありがとうございます。全然全然、こんばんは、集合ですね、集合ですね。吸引ってね、そう、吸引してこないと吸引、そう、あ、そうそうそうね、今までこのなんかさ、カメラの位置を上げ下げするときに
上げるときは上がりますって言って、下げるときはなんか下がりますって言えなくて、イベント期間中なんかね、カノンの勝手な思い込みじゃないけど下がりますって言えなくて、キュイーンって言ってたんです。キュイーンって言ってたんです。それで生まれたキュイーンです。はい、コーナー引けました。いい感じ。入れてアイスコーヒーを作る、その知ってる分量がすごく多いんですね、コーナーが。こんばんは、こんばんは、かがさん、だてさん、ツイッターに、よろしくお願いします。コメントしてきた、ありがとうございます。本当によろしくお願いしますですよね、本当に。はい、カノンビシバシ指導よろしくお願いします。ありがとう、そうかいなさい。10時間までの1時間もいいですよ。うんうん、うん、本当に皆さんのおかげです。ありがとうございます、おめでとう、ありがとうございます。あ、食べていいな、ありがとうございます。あ、見る、あ、本当してきた、しばし、あ、もう本当にありがたいよ、皆さんお優しいよ、お優しいよ。ちょっと待ってくださいね、今から作るんで、ちょっとコメントはね読めなくて申し訳ないです。よいしょ、入れてきた、濃く入れて氷で一気に冷やさなきゃ。そう、あのなんか、そう、最初濃いめで作って、そこにそのまんま、そこに氷を入れて冷やして、コップに移して飲む。本当に氷で冷やす、あれ、いや、もう本当に皆さんのおかげ、そう、10匹のみんなでものおかげでもあるし、わらび餅屋さん来てくれるんですか、あ、嬉しいですね、嬉しいですね、冷たくてってね、来てほしい。じゃあ人は、あ、ありがとうございます。アイスコーヒー、そう、愛してます、コーヒーのこと。夢のような、昨日は夢のような一日、うん、もうなんかね、信じられなかったもん、1回目、ね、数字もまともに数えれなくなった。せーの、歌やダンスの先生と僕たちは応援するだけ、ありがとうございます。本当にね、メールとかの返信とかでも本当に力になっております。才能を伸ばせるタイプなので、関係なくしっかり努力しました、ありがとうございます、頑張ります。そう、才能はね、あるな、ないかもしれん、わ、まあ、からん、わからん、あると信じて、うん、わからんな、努力します。スヌイツ、こんばんは、こそ絆創膏、しっかりと、そして先輩に可愛がってもらうね、そう、挨拶、そう、挨拶ちゃんとしなきゃ、お疲れ様です、おはようございます、ヘビオのわらび餅を差し入れします、ありがとうございます、楽しみにしてます。よし、コーヒー、コーヒー、なかなかね落ちてかないんですよ、粉が多くて、全然落ちてかないんです、粉が多くて。ちょっと持ってくるとカノンは落っことしそうなので、あそこで頑張ってもらいます。うん、ジェイクアファンです、あー、ありがとうございます。あ、でもあのなんだっけ、そう、カラオケとか本当にアドバイスがありがたく吸収こうしたいなって思ってます。努力できる才能持ってる、あー、ほんと頑張る、
全部一行、どういうことどういうこと、全部一行、メールの返信は全部一行、え、来てます、文来てます、一行、え、柏木由紀さんレベル高い、努力することです、焦らずじっくりと、人生と一緒や、そう、コーヒーかな、そう、焦っちゃダメだよね、ゆっくりやなと、それにしてもじっくりですね、2728カウントかな、ありがとうございます、合ってますかね、母ちゃんより後から入れ始めた、このコーヒーはもう入ってよ、あ入っちゃったか、入っちゃったか、キリンさんドリッパー、詳しいことはねあんまりよく分かってない、まず見るっていうのは学習をさせていただいたショールームで、そうなるとこれか、コーヒー入れてるやつ、コーヒーがポタポタしてるやつがドリッパーだな、きっと、何と言われましたら分かりません、名前とかそういうことかな、詳しくないんです、あ、それですちょっと頑張って乗ってく、はい、こんな感じ、今入れてます、あ、穴、あ、なんか穴買うときにね見ましたね、メーカー、メーカーちょっとこれかな、 HARIJO メイドインジャパンは読めましたメイドインジャパンは読めました、アイか J かアイかね、ちょっとややこしかった、禁止中、おお、禁止中、粗挽き、うんうん、そう、こぼさないように針を、針を、あ、そっか、人じゃなければ読めよ、そうだね、針をだ、ありがとうございます、針をありがとうございます、50カウント完了しました、ありがとうございます、それで落ちるのかっていうの細かすぎるのか、ちょっとまたお湯入れてきます、細かすぎるのか、豆の引き具合が細かすぎるかもしれないっていう、なるほど、豆の引き具合、ハリオありがとうございます、メンバーには伝えなタイム、うん、カノンちゃん同じタイプです、同じタイプです、ちょっと自分ではまだつかめないけど、ありがとうございます、なんか光栄な感じがします、暑くなったのでスタバのアイスコーヒーのドリップ発注した、お、スタバ、スタバ最近飲んでないです、最近っていうかもともとそんなに、ね、頻繁に飲む感じではないんですけど飲んでないですね、うん、ごまかく引いたら、あお、細かいのかな、ね、全然ポタポタって感じ、飲ませるタイプです、カノはもうとにかく頑張るのみですね、頑張ります、お湯を沸かすの忘れてた、オーマイガー、ちょっと喉が渇いてきちゃった、
アイスコーヒーに時間がかかって喉が渇いてきちゃった。喉が渇いてきちゃったな。あ、そうだ、今日ね、今日おやつにピノをいただきました。ピノをいただいて、ピノをいただいたら301って書いてありました。はい。ニヤニヤしちゃって、はい。サンちゃんの配信でコーヒーに詳しくなる方が増えそう。うんうんうん。口の中がねっとり、ねっとり、うん、ちょっとねパサパサしてきた。こんばんは、ヨロ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 。おお、そうなんですよ、ヒノミレイさん。よかったらカノンパシ、あ、ちち、よかったらハッシュタグカノンパシホイレコをするっていうに変わる新しいハッシュタグを考えてもらえませんか。おお、あ、立候補が入ってるからかな。ほらほら、ありがとうございます。そう、ピノチャレンジ、あのね、そうなんかね、そう、まあね、まあ301はちょっと書いたんですけど当たったっていう風に、そう、ミレちゃんに報告しました。新発売ピノわらび餅味、本当に本当になんかありそう。100個チャレンジね、100個チャレンジ、それかピノチャレンジ、それかな、ミレちゃんのかな。そう、100個はねしない。ミジケリーの本当なら、アキさん才能伸ばせるタイプですね。ありがとうございます。報告、報告、教えてくださってありがとうございます。ハートとか星のピノあるんでしょね。そう、ちょっと前にも話した、なんかね声がおかしくなってきちゃった。うんうん、前にも話したかもしれないけど、こっちゃんが、あ、そうだ、あのなんだっけ、 YouTube、 ちょっとお湯、これ難しいね。ハッシュタグカノンコント劇出るってよとか、ああ、なるほどね、確かにこの立候補ってところに当てはめるとそうなるね。どうしようかな、ハッシュタグカノンコント劇出るってよ、どう思うかな、どう思いますか、いいと思いますか。皆さん、コーヒー合ってる、よし、こっちゃんさん、冷めにくくていい、詳しいですね。カノンコント劇出演決定したってようで、ツイしてた人いて、あ、もうすでに、もうすでにやってくださって、やってツイートしてくださった方がねえ、こっちゃんファン、こんばんは。よし、じゃあ決めよう、決めよう。カノン、あ、そっか、どうしようかね。出るってようにしようかな。うん、すでにやツイートしてくださってる方にはあれだけどね、ゆっくり考えて、そうだね、ゆっくり考えます、ちょっとちゃんと考えます、考えます、ありがとうございます。原宿行くってよなるほどね、ちょっと考えます、ありがとうございます。全然ありがとうございます、おめでとう、ありがとうございますね。ちょっと考えてみます。大食いチャレンジ系はやめてほしいなね。大食いチャレンジではなかったけどね、あのね、この前ハーゲンダッツをいっぱい種類食べた、食べ比べ大変だった
喉は大切にしてね。はい、そうね、あれだね、ちゃんとケアケアしなきゃ。そう、カラオケ配信の後とかも、そう、こうコメントでね、喉をねちゃんと何大切にケアしてねっていうコメントがあってね、なんてお優しいと。今日はご飯食べたのかな。今日はご飯はあまだ食べてない。ちょっとね、ちょっとこアイスコーヒー作ってきます。氷を入れました。ちょっと待ってくださいね。氷を入れました。はい、いい音タイムコロンコロンコロン、夏を感じるいい音タイムです。オッケー、いい感じ。できました、できました。アイスコーヒーができました。トランクロン、お知らせします。できました、いただいていきます。もう喉が乾いて乾いて、ありがとうございます。乾杯先に飲んじゃった。乾杯。いいですね。だーってコーヒー飲む人初めて見ましたか。カノは今初めて自分で思っちゃいました。ブラックです。乾杯。こうやってやんだっけ。ケーキ、こちらが完成です。違いますよ、ちゃんと作りましたよ。仕事終わった。あ、おすごい、仕事終わ、乾杯。マイナスで先に飲んじゃった、持っちゃった。そう、あれですね、リモート、リモート、何これ、このあれだから、あの思う存分乾杯って言えます。もう間近で乾杯って言えます。ケーピーありがとうございます。コーヒータイム、ちゃんと喉が潤ってきました。そう、この前もアイスコーヒーを作ったんですけど、1回か2回配信で、あ、1回だな。そう、ガムシロを試しに入れてみたんです、初めてだったから。そしたら、あ、これは入れない方が良かったなっていう風になったんで、もうカノはここ今うちにあるアイスコーヒーはガムシロ入れないで飲むんです。まだか、カノはって呼んじゃった。カノは、カノは、カノ、カノはって、妹飲み会、いい笑顔ありがとうございます。夫なでしょ、夫な、まだ入れられてない。乾杯。あー、勝っちゃった、勝っちゃったよ、勝
半音の細かくしてすぎた豆が買っちゃった。そうなんちゃうときめっちゃ大人のときある。本当ですか？あれしてる、いつもカノンか。あ、全然全然ね、うん、カノンって言いますね、いつも。カノンは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 カノンって言います。コーヒーコーヒーコーヒーフレッシュフレッシュフレッシュ、あれかな、カノンがミルクと呼んでるやつで合ってるかな。フレッシュって言うんだよね。大人のカフェやね、でしょ、大人のカフェなんですよ。どんな顔、うん、大人のカフェなんですよ。すごいまったりお話でアイスコーヒーの大人のカフェや。どっちでも OK。 シロップにいろんな種類あって、シロップにも、あ、シロップにもいろんな種類があるんですか。なるほど、それそれ、そう、あ、なるほどね。そう、カノはね、あんま入れない派なんですけどね、美味しいのにね、たどり着いてないかもしれん。ほんとな、何歳からわからないです、わからないけど、結構もう小学生の時に多分飲めてたと思う。すごいカノンなりの曖昧な記憶。ブランチ30点やった、やった、じゃあ20点今やった。コーヒーにはクリープやろう、あ、クリープか、あのハートがついてるやつをあのホットの時に使ってたな。いつもいつかいつか、ミルクっぽいけど、あ、ブラウン、そっかそっか、え、そうなんだ、え、そうなんだ、油なんですか。何何何のたたたんの、ちょっと漢字教えていただき、ガムシロの種類がね、ガムシロはもう何一緒かと思ってた、全部カノンはがいつもヘーゼルナッツのクリームを入れます。おいしい、あ、おしゃれ、ヘーゼルナッツのクリームなんてカノン聞いたことないよ。みずきちゃんのところ書きました、コメント、ありがとうございます。はい、みずきちゃんにも感謝です、ありがとうございます。みきちゃんもね、もう本当に10期のみんなに感謝。今流れてるカノンミュージックが古いいい感じの喫茶店にいるみたい、いいねいいね。そう、クリップのないコーヒーなんて、ブライト、ブライトなんですか、ブライト、ブライト、はい、堪能、あ、合ってた合ってなかった、わからんなんて言ってたかな、ありがとうございます、教えていただいて、ファンの方も、あ、本当にね、あの、ありがとうございます。そう、フォロワーさん3027人です。なんで笑ってるんですか、ありがたいです、ありがたいです。え、わからん、ちょっと今どうなのかわかんないけど、ありがたいです。冷たいコーヒーにクリープ入れたら全然溶けなくて、クリープ冷たいコーヒーに入れたのはもう聞いたことがないよ。パウダー、それはそう、ネタいっぱいあるな。お、喫茶店コメダコーヒー行ったことあります、コーヒー、コメダコーヒー行ったことありますよ、美味しいです。あのトースト、トーストが本当に美味しい。懐かしい、懐かしい、懐かしい、そうね、あれあれだな、ピノ、ピノの話さっきしたじゃないですか。で、なんかミレちゃんにさ、301が当たったって言ったじゃないですか。だからもうカノンは、あ、これは報告しなきゃと思って、ミレちゃんにあのパシャパシャって写メをして送りました。そう、 LINE でね送って、そしたらおめでとう、ありがとうって言って、そう、元気そうでよかった、そう、未来が当たったよって、301が当たったよって報告した、すぐあそこ、ティー、食べ物か、ティー、ティー、ティー、
てて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 てガリガリ君100個チャレンジ無理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 、ガリガリ君は無理なんです。ガリガリ君は歯が大変大変。ピノの歌せかされなかった、せかされてはないけどそうですね、ピノの歌もそう作るって言っちゃったからな。ちゃんと考え、ちょっと考えたんですけどなかなかね難しいんですね。サンマルミレちゃん、そう頑張って書いたんです。301ってそう、301はとてもうまく書けたんだけど、下の段にその6個の下の段にカノンって書いた、全然上手に書けなかった。何の話ってね、待ってます、あ頑張ります、頑張ります、多分頑張ります。でもしコント劇中の何星がコント劇中の何だろう、どうしてってことは思いつくのは何、楽屋、まあ、なんか控室みたいなとこか、ご飯屋さん、ホテル、それはちょっとないと分からん分からんよクリープは何製品、ブライトはコーンシロップ、植物、ブライトさっき出ましたね、ブライトカモが分かんなかったやつ、乳製品、なるほど、多分ねいろんなことはね調べてたらもうキリがないんでしょうね。ありがとうございます、皆さんの知識とか調べてくださってありがとうございます。宿泊はっはっ寝れないかもしれない、分からん、疲れすぎて寝ちゃうかもしれない、逆に分からない、もう多分ないと思いますよ。もうあったらカノンはね寝れないと思う、分かんないよ。ついにミレイちゃんの杖のピノの CM が上がってました、あそれ見させていただきました、あ可愛かった、途中ねなんだっけニャンコスターかな入ってたっけ、すごいね、本当にねあったらいいのになって思った。こんばんは、ホテルかな、粉ミルクのような感じです、アイスコーヒーは日本の独自文化、え控室のスペースがないからオープンフェアじゃない、控室のスペースがないから大部屋、本日の主役の彼女、主役ん本日の主役、そうこのショールームではいつもカノンが主役いつもカノンが主役、おかしいか、少しずつ増えてますね、ありがとうございます、本当に皆さんに感謝、もうねカノン感謝することがいっぱいで、もうどうしましょうって感じですね。前はマキコさんへの夢予報を話すでしょう、なるほどマキコさんの夢予報、もうそれはいいのしか予報できないわ。何の CM がいいの、わらびもちもちもち言います、アイスコーヒー日本よく聞くね、もうコーヒー牛乳延長らしい、困り顔違ったな、困り顔じゃなかった、ちょっとなんかみたいな、コーヒーゼリー美味しいですよね、コーヒーゼリーね美味しいです、あの何白いやつ、あれもあれってあれも何、ミルクとカノンが呼んでいたフレッシュあのそれとあとコーヒーのあのゼリーを食べるじゃないですか、で最後あのコーヒー牛乳みたいになってるやつが残るじゃないですか、もう甘くて美味しい、これはね多分
ギリ変じゃないと思う。わかる？わかりますか？あ、わかりますか？甘いですよね。わかりますか？このところに対しての笑顔がありがとう。ありがとうございます。わらび餅編集無理や。え、いけますよ。わらび餅、わらび餅、わらび餅ちゃんとカノンまた来た時に食べようかな。そしたらできるかな。カラオケ10曲連続90点以上チャレンジしてほしいな。え、90点。そっかそっか、連続ね。しかもわあわあ、いつかね。4位おめでとうございます。ありがとうございます。80点100点。痛いな、原宿近いから何回か行きたい。あ、ありがとうございます。カノンもね、そこに向けて頑張ります。じゃあ、あ、ナイスじゃーだ。私フレッシュなかったらアイスコーヒーにクリップ入れたい。あ、なかったから。なるほど。最近はスタバなどないけど、アメリカでもアイスコーヒーが増えてきました。という、あ、そういう、じゃああれか、日本から行ったってことなんだ。体調コントリキは始まる。体調管理ね。CM の最後の決め台詞お願いします。もちもち。あ、違う。もっちる？わからん。よし、ありがとうございます。マジ来ますか？何言ってんの？私のプライド。うん。あ、そうなんだ。ハテナ、ハテナがいっぱい。ね。よし。そうそう。さっきにからっていうか、あのコメントでね、斉藤真希子さんのさ、あのお名前が結構上がってると思うんですけど、あの10期のオーディションの、 あの歌唱とダンスもかな、そう審査の時にあの審査員さん、カノンがこう歌ったりとかする時に審査員さんが周りバーっているじゃないですか。その時にもう目の前に真希子さんがいらっしゃった、いらっしゃったんですけど、カノンは本当にその受ける前まで SKE とか本当に全然全く知らない状態だったので、気づいてなくて、マキコさんがいらっしゃるということで、そうそう圧を感じましたが、そうなんていうのか、ちゃんとこう分かって、今の状態だったらもう緊張しすぎて無理無理無理なんですけど、そういたのにカノンは知らなかった。うん、知らなかったんですよ。そうそうそう、真ん中にいらっしゃったんですけど、あの知らなすぎて、知らなすぎてカノンは気づいてなかったから、あの女の女性の方がねいるっていうのは分かってたんだけどね、もうそれを後から知って、もううわーってなっちゃった。そう、今は本当にね、もうちゃんとじゃない、あのこうあのまあこう SKE に入れてもらって、そう分かるんですけど、まずい、そう本当にね、今だったらもう本当緊張緊張緊張で、もう絶対無理だと思う、無理だと思う。だからまあ知らなかったことがまたこう功を奏したっていうの。そうだからね、なんていうの、他にもねいっぱい大人の方いたんですけど、ね、その人たちはまあなんていうの、まあ見てもその緊張しないからっていうのはあれだけど、そうなんだけど、もうマキクさんってなった。そうそう、これはマイナス300点です。ではマイナスに200点になっちゃった。なかなかあれですね、やばかったですね。うんうん、マキコンと違う、大博士です。さあ最高だよ、はい、学んでいきます。カノンはオチがないので学んでいきます。皆さんからもう全部もういいところを吸収するつもりで頑張ります。もう吸収しきれんかもしれない、もういいところがありすぎて。ビッグサイズはあるの、なるほど、アメリカ、あ、読めてなかったかも、飛ばしちゃったかも。
えさんと東大阪のスタイル、うん、もうあの頃が信じられん。逆パターンというケースもありますから、逆に伊藤さんを誰だと思ってたの、え、審査員の方だと思って、まあ、そうなんですけど、あの実際にそうなんだけど、あの審査員の方だと思って、だからメンバーさんだということにこう気づいてなかった。もう今では考えられない。それほどカノンはあのまあ SK とかアイドルグループにねあんまり詳しくなくて、あ本当ですか、うん、頑張らなきゃなっていうこうなんかやる気はあります。今とてもでもなんか本当にやらかさないように気をつけなきゃ、なんかわかんないけどやらかさないように気をつけなきゃ。キセの絆は素晴らしい、本当にね、みんなありがたい呼びかけとか感謝感謝カノン感謝伝えました。そうでみんなもおめでとうって言ってくれて、本当にもう本当にみんないいな、いいいいもういい何同期だなって思った。大阪人代表では何何星になっちゃった。いやマキ君って書かれてる、お誰か来た、えカノン本当に落ちがない。ない話のカノンちゃん本当にないんだもん目つきのせい、うん、そういうのもなかったけど、いれば吸引できる、吸引する、くっついてく、くっついてっていいのかな、くっついてく。どこで10期生のオーディション開催をしたんですか。あれですね、このネットだったりとか、年近いの近い、え、ほんほんほん、なるほどなるほど。本当にねもう お姉さんばっかだからついていけるように頑張ります。ついていく、頑張って公演、自分言うとる、欲しいなっちゃう。こんばんはこんばんは。劇場のステージに立つのとこの時のビジネスどっちが先かな、あー全然わからない。ちょっと今ねこのコロナどうなるのか全然わからないね、わからないよ。とにかくこの劇始まるまで大丈夫ね、本当に怪我とかしないようにしないと。リカピさんのリカピ、リカピの本名はここで誰だっけ、なんか木内リカ子さんですよ。リカ子ちゃん、リカピ面倒見いい先輩ばかりだから安心していた。積極的にこうね頑張ります。好きな先輩のお笑い系面白い、誰かもストロベリーパンチとかストロベリーパンチ J グループのオーディションにでエントリーし続けてる方もいなかった。こうです本当にね選んでいただき選んでいただいてね、こうやってこういう風に今さこうやってショールームとかで皆さんと出会えてることが本当にもうありがたいことだなって思います。コント劇もねもう本当に皆さんに感謝しかない。メンバーいる、ベリアリって何ですか。アナちゃん、ショールームのね、そうそうそう、ミレイちゃんもさ、その時はさ、全然さ、本当に、あ、いるなっていう感じだったんだけど、後になって、あ、そうじゃんって思って、ね、そう、運命運命、
運命ですね。ここに早く公演ね、早く。そう、あのやっとね、こうリモートっていうかこの DMM でそう始まったから、カノンも出たいし出れるように頑張る。つかみネタをしておくというか、つかみネタ何かありますかね。カノンにつかみネタ結構早口だから気をつけて。あー、カノンはね早口じゃないと思いますんで、ついていけないかもしれない。べしゃり、べしゃりでもわかんない、おしゃべりのこと。国家大臣 JK3 エントリーし苦しくなっております。うん、そう、やっぱオーディションっていうのはね、そうだよね。国家専門みんなライバルだったから、そうですね、ライバル、まあそうですね、一応何人ぐらいっていうのはあったと思うね。そう、奇跡だよね。奇跡といえば今日間に合わないって歌ってもらえますか。あのあれです、あの聞きました、聞かせていただきました。まだね今日は歌えないんですけど、今日はねあのカラオケ申請を、カラオケ申請しますもう本当につむじつむじばっかりになっちゃう。危ない。おっと、ちょっと失礼いたします。ちょっと今からちゃんとします。19時あった。はい、します。はい、OK です。お待たせしました。ちょっとまたやっちゃうとこだった。カラオケ申請明日ちゃんとしました。明日できるように頑張ります。あの奇跡は間に合わない。奇跡は間に合わない。ちょっと待ってくださいね。そう、それとまだね決定ではないけど、ミディアムスローテンポ公演のやつもまたね再開していきたいなって思ってるんで、そう、皆さん多分忘れてないと思うので、はいしていきたいと思います。あ、今なんだっけ、なんでだっけ、そう、カラオケの話が出て、カラオケの話が出てって思った。忘れないよ、ありがとうございます , 笑ってる。忘れてたんじゃないですかそう、はい、今日は間に合わない。そう、あのね、中断しちゃってすいません。再開待ってました、頑張ります。そう、奇跡は間に合わない、もうちょっとチャレンジしてみようかなって。他にもねショールームで読み取れるだけのリクエストっていうのはいただいてたから、ちょっとやっぱねいっぱい曲を覚えていかなきゃなって思うから、ちょっとできるようになったりとかやろうって思ったのから、ちょっとやっていけたらなって思います。次やってる間に救世公演まで待ったらきついかもね。あ、本当だ。とりあえず落ち着いてからでもいい。ああ、ありがとうございます。でもねちょっとやっていきたい。歌うのは楽しいから。こんばんは、初見さん、ありがとうございます。初見さんありがとうございます。リクエスト、わらべ餅の歌。あ、わらべ餅の歌はちょっと今ねいろいろね立て込んでるから。リセット公演、かのんちゃんの頑張りますは元気がもらえるね。頑張ります本当に頑張る。そう、ありがとうございます。頑張って、そう、頑張るんです。
そう、皆さんにねリクエストしていただいて決めた曲だからちゃんと完走したいんです。完走したい、1位までね行きたい。うん、美味しい、美味しいでございます。どこ行っちゃったかな、あ、違った、なんか失敗、あ、もうそんな真面目じゃないって自分で言うのもあれだけど、ちゃんとね、はい、大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。今ね、探してるんですよ写真を。帽子飛ばしますか、あ、帽子飛ばしますか、あれちょっと難しそうじゃないですか、相当なテクニックを使ってるように見えてしまいます私には、まあ、ああいうのもう本当にもう可能できるのかって感じ、あ、500回ぐらいリベンジするかもしれない500回ぐらいリベンジしないといけないかもしれない、うん、こういう時にね全然出てこないんですよね。こんばんは、すなちゃん歌いたくてむずむずしてたりして、あー、すなちゃんね、すなちゃん、すなちゃんでもちゃんともうソロ曲もらいましたからね、これ以上すなちゃんもう、すなちゃんが歌ったら絶対すなちゃんになっちゃうから、もう歌わせない、カノンが歌う、奇跡だね。501回、そう501回目にね、そう、帽子をビューン、相談するんだよ、はい、もうすぐ相談します、これがいいのか悪いのか、うん、多分いいと信じてもうすぐ相談します、もうすぐすぐ相談します。ダメだ、見つからない、じゃあ500回付き合います、ありがとうございます、付き合ってくださいね500回、え、やること決まっちゃった、やること決まっちゃったやること決まっちゃったよ、できるかな、どうやってやってんだろうね、何がなんだか、スネちゃん最初のライバル、最初まあ一番身近なライバルですね。タコさんありがとうございます、タコさん、タコさんこんばん、ワッフル、ワッフルコントゲーションおめでとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、そう頑張ります、やっぱ探したいな、頑張ります、コント劇ね、コント劇、コント劇、今回はどうなるんだし、どうなるんでしょうねって、でしょうね、どうなんでしょうね、どんなね、こういう台本っていうのかな、どんなお話になるのかなってすごく楽しみであります、楽しみ、本当にね、あの去年のあの今夜あの橋の下でと、そのブレイクコントショー合ってるかな、そう本当に面白かったから楽しみなんです今回も、そうましてやね自分がこうやって参加していたさせていただくということで、もう本当に楽しみなんです、頑張れ、ありがとうございます、頑張ります。同期で一番ライバルだと思うの、え、ジュッキーはもうみんなライバルっておかしいけど仲間であり、もうジュッキーみんな個性強すぎて、なんていうのかな、すごいんですよみんな。コント劇のレッスンや出演メンバーね、去年あったってことかな、そうね、カノンはまだねちょっと、まあカノンからね何も言えないというか、なんかね、カノンは初めてで、ちょっとどうなるかもう自分から発信するのはやめときます、はい、おめでとう、ありがとうございます、もうねおめでとう、もう本当にもうありがとう、いっぱいもう本当にありがとう。すなちゃん、すなアイドルじゃなくてコメディエンヌ目指そう、すなちゃんコメディエンヌ目指すんですか、あ、嬉しいですね、きっとカノン憧れてくれたのかな、ジャッキーは本当にそうだと思います、うん、本当にね、うんうん、もうね、みんなそれぞれすごいの、みんなもすごいの被らないっていうか、そう10期の中で全然被らないからすごいな、だけどちゃんとあれですよ、あの
こう何ちゃんとみんなでこうまとまるときはまとまってるから、先輩には甘えた感じだから、カノンどうなるんだろう。あんまりこの先輩っていうのがね、さっきも話したけど部活とかやってこなかったから、こう先輩との関係っていうのが体感したことがないから、先輩っていう存在にがこう今回やっぱできるわけじゃないですか、こう関わるっていうので、もう自分がどうなるか分かんない、自分がどういう風になるのか分かんない。そう、甘えれるのかな、甘えれるのかなとか言っちゃって、あ、ここで女優さんがショーラムしてるよ、ありがとう、ね、女優、あ、そう、カノンがそうどうとかじゃなくて女優のライトあるじゃないですか、あれってやっぱいいんですかね、ね、電球がいっぱいついてるやつ、ピカ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 って目がシバシバしちゃいそう、どうなんだろう。実際のところこれから何年かしたら SK 10期生、ね、10期生も今はねまだ本当にもうやっぱ一番ね今は最後に入ったからあれだけどね、もう考えられんけどね、まだ未来のことまだ先だけど、一人もうかけることなくチーム昇格してほしいですね。美人女優になりそう、ありがとうありがとう、頑張る、努力でなんとかなるかな、なるかな、ライトいいよ、ありがとうございます、ありがとうございますじゃない、ライトいいよ、ありがとうございますじゃない、ちょっと最近ここのライトあんまり気に入ってない、暗いかなって思ってるんですけど、今日は明るいかな、前すごく暗かったここの部屋のライト、そうライトいいんですかね、やっぱりなんか違うのかな、うん、スクミュージカル映画天使にラブソング主演女優さんのコメディエンヌ出身、コメディエンヌ、なるほどなるほど、コメディエンヌ、あ、コメディエンヌね、コメディエンヌ星になっちゃった、いるな、ありがとう、初体験、そう後輩初体験なんです、後輩初体験、リングライトがショールームで必需品になりつつある、あ、なんだ、アランちゃんだっけ、アランちゃんだっけ、そうそう、ブログで言ってたかな、大丈夫、目がキラキラに見えるよ、そうリングだったらあれですね、ここに目にこうやって入る、出費がかさみますね大丈夫かな、そのババどう思うんだろう、ねえねえの監督さんとかのキャラが見てるかも、そうね、本当にいろんな方がショールームにいるから、ちょっとコーヒー飲もう、見てるかも、見てるかも、え、顔に影が出てるバリングライトありがとうございますありがとうございます、全然随分お手フークになってる、あおールービーゴールドバーグかな、あ、女優ライト作っちゃおう作っちゃおう、なんだっけ DIY だっけ、大丈夫入れれます、ああーそんなこと言われても全然もう想像もつきません、お願いします、小遣いが減っちゃう小遣い、うんうん、プロデューサー、うん、おーそうなんですね、へーそうなんだ、光の調節できるし、あ、そうなんだ、光の調節できるんだ、なるほど、ね、ここの部屋のもできるけどこれが多分一番明るい、スーパパデュアデュアデュア星になっちゃった、瞳はルクルクス、ルクス星になっちゃった、こんばんはこんばんはこんばんは、女優カノンじゃん、うん、カノンは清楚ですか、どうでしょうね、こんばんは
時計についてる女優ライトだけど、女優ライト、女優ライト、瞳の中のセンターを目指そうね。瞳の中のセンターを。リングライトは目に映るから目がチカ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 、目力、目力増す効果もある。なるほど。ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。おかえりなさい、おかえりなさい。スタークリス、あ、あ、間違えてないけど表情豊かなね。めっちゃ眉毛が動くんです。ただいまです。おかえりです、おかえりです。パッションウィングおめでとう、ありがとうございます、ありがとうございます。綺麗だよね、ありがとうございます。目、目、リングライト使う、これこれ絵文字が大変すごいですね。どこで見つけてきたんですか、こんな絵文字作ったんですか。なんていう字ですか。むむむって書いて、むむむ眉毛ね、眉毛。明日のショームにはライトがついてるでしょ、夢よそれはスヌパパさんに聞いてください。あと、ありがとうございます。目が、あと支配に合うです。 AKB 選抜メンバーとの共演は素敵な機会になるとなるはずです。有意義な時間となりますように。本当にね、この今回の機会っていうのは本当に光栄なことだと思うから大切にしたい。こんばんは、こんばんは。ハートありがとうございます。100個受け取って、受け取ります。なのちゃんの眉毛と言ったら小丸がもう浮かぶ。どうやってやるんだろういきなりね、力が難しい。こんな感じ、動かさないで。だってやめとこう。 Amazon プライム会員、あ、明日には間に合うな。どうだって、わかんない。そうだったっけな、そのパパお風呂に入るのちょいコメント減れます。でもスマホ見てるから、ありがとうございます、ありがとうございます。お風呂、お風呂、お風呂好き。違うか、チャンスはね、人生に。本当ですよ、皆さんがこうやってせっかくカノンにこう、あの本当にね、カノンはまだショールームとかだけだから、期待値でチャンスを作ってくださったから、ちゃんとカノンはこのチャンスをものにできるように頑張ります、全力を尽くして。うん、アナちゃんはパパさんが勝ちのミラーボールかアナちゃんパパも面白いんですねミラーボールね、ここにね、ここにつけてたのかな。え、かわいいわ、ありがとうございます。皆さんが面白いからね、もう自然と、もう笑顔。はなちゃん自己紹介ながらキャッチ、あ、そうだそうだそうだ、そうなんですよ。まだ全然さ、キャッチフレーズとかサインとかね、まだ決定はしてないんですけど、考えなきゃなって思ってます。やっぱさんちゃんはね、入れた方がいいかな、どうだろうな。こんばんは、こんばんは。スヌーパパのお財布が狙われているスヌーパパのお財布が狙われています。親御さん、親御さん税かな、親御さん税面白すぎるアランちゃんパパサイン大事ね、サイン本当に、あの考えてみたりとかしたんですけど、あのかっこよくならないんですよ、全然思いつかない。サインもかっこいいじゃないですか、かっこいいし可愛いし、まとまってるじゃないですか。全然まとまらないし、思いつかないし。キャッチフレーズとかサインとか後から変えるのは難しいからね。そっかそっか、じゃあちょっとよく考えてってことですよね。
リングライトにミラーボールか。解約してく。そんなそんなそんな。ミラーボールか。ミラーボールってさ大きくないですか。大きく。ミラーボールこのずいぶん前に多分テレビで作ってるところを見たことがあります。丸いのを貼ってた。キャッチフレーズはスヌーパッパープロデューサーに考えてもらう。おお、中野も頑張って考えますよ。ちょっと家族とかには意見ももらうけど、ミレイママも面白い人だよ。ミレイちゃんママね。ミレイちゃんママね。もうみんな面白いじゃないですか。書くのに秒数かからないことがサインの必要条件。うん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 、そうですね。なんかいっぱい書くっていうのを聞いたことがあるんで、まだそこまで、まあ、ないからもちろんなんですけど、書いたことないからサインね。そうなんだ。サインあんまり複雑だ。うんうんうん、ほどほどね。ミラーボールは大阪で作るって。あ、ミラーボール作る番組私も見た記憶ある。本当ですか。え、じゃあ一緒の見てたかな。よし、作るか。作らないから。作らないから。スヌパパ、スヌパパ作ってたらもう徹夜になって。サインは半年ごとくらいに変えたためもいた。あ、そうなんだ。そうなんだ。まあいろんなね、いろんな方がいるのかな。カロンちゃんママ、スヌママ、スヌママがどうしましたか。スヌママ面白いか。スヌママはなんかね、天然ボケみたいな時がある。めっちゃ面白いですよ、その時。天然ボケみたいな時があるんです。確か一社しか作ってなかったはず。あのね、そのね、一社だったかは覚えてないけど、一社だったかは覚えてないけど、なんかそういうさ、少なくなってきてるっていうのは覚えてますよ。やっぱミラーボールってさ、なかなかカラオケ屋さんとかでもね、全部の部屋についてるっけ。ついてないでしょ。だから少なくなってきてる、多分昔よりね。そういう話をしてた。大きいミラーボールだけで切ったの。ちょっとかかす。聞いたんだ。聞いたんだ。高いんだ、ミラーボール高いってよ。やっぱ手間暇かかってるからですかね。ほら、スヌパパかな。そうですね、スヌちゃんはもうね8時過ぎちゃったから。わらび餅いただきます。わっ、わらび餅、わらび餅いただいちゃってください。高いよね、だってね。こうやってこっちね、そこだけなのか。そう、まあ、一社っていう情報もあるからね。スヌパパの時で聞いてたね。びっくり、そんな番組やってたのかね。やってましたよね。ね、やってましたよね。小さいミラーボール我慢するしか。もうこんなちっちゃいかもしれん。ペッ、なんだっけ忘れちゃった。キーホルダーぐらいのここにぶら下げてるかもしれん。ってことは、ガオちゃんはそのままの笑いのいいでしょ、受け継いでるだろ。あ、笑いの人たち、天然かな、かの天然育ち、天然育ち。新規ミラーボールお家で作ってみようのコーナーやってみるとか。むじゅいでしょ、ミラーボール。今ね、ちょっと情報が今入ったんですけど、あの、簡単に作れるらしいんですよ。簡単に作れるらしいんですよ。どうだろうね。面白いですね。でもミラーボール、ここにミラーボール。スーちゃん、グースカピーかな。あの、今日でできるかな。やってたよ、ステイホームミラーボール作る。ステイホーム、あ、ステイホームの動画ね、バルーンアートを載せた。天然そうだし、いいキャッチフレーズじゃないですか。あ、いいですね、たい焼きみたいな。じゃあ作ってみよう。あーグーグーだって。そのパパさん今ね、あの、その情報ミスに来てくれたんだけど、グーグーって言ってるから多分作るんじゃないでしょうか。このショールームで。予想外すぎてもう笑いが止まらん。
鏡貼るだけ。いやそれが多分大変なんですよ。でも簡単って書いてあったからやってみようかな。カプセルで作ろう。あ、これぐらいだったらもう一瞬でできる。サウンドハウスにお安いミラーボール売ってた。なるほどなるほど。サウンドハウスやる気満々、肉満々、グーグーグー、充実してしまうね。すごいよ、ミラーボール作るよ。こんばんは。ミラーボールは鏡だから、それに光を当てるライトが別に必要です。あ、そうだそうだそうですね。カラフルなやつかな、あるかな。オッケー、リングライトか。わかんない、リングライトは多分、まあリングライトは多分ね、なくてもいける、なくてもいける、なくてもいける。ガオムルサイズマジョネかっこいいっす。あかっこいいです。ちょっとつまんでみますか。いい子いい子。じゃあ明日は期待して、明日いきなりはできるか分からん。ちゃんと回れて続けてください。多分手動になると思います。分からないけど、もう本当に予想がつくない。だってミラーボールなんて作ったことないもん。カノン、あ、ミラーボール作るってよ。うわ、もうハッシュタグができてますよ。ハウスは楽器の通販屋さん。おお、お腹がグーグーグーグッ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 。今日はね、今んとこ鳴ってないからね、いいんですよ。鳴ってない。光はさんちゃんから。あ、もうちょっと皆さん眩しかったらごめんなさい。部屋も鏡張り。部屋そう、鏡貼ってあるんですよ。全部鏡だったら多分落ち着かない部屋になりますね。派手なお部屋になりそうですね。ねね、どんな風になるんだろう。なのじゃ、改めて大人のカフェ出演おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。眩しすぎてスマホの画面を直視できない。あ、すいません。なんて言ったってサンちゃんですからね。皆さん眩しいでしょうね。すいません。あ、お目目つぶれちゃった。カノン、実家生前面鏡があるからミラーボールは楽勝でしょ。あーね、このここのこっちにある鏡ですよね。鏡はそう、ペタペタって貼るだけでした。ペタペタって。スヌパパ、夜間とイントネーションの方からライト借りてくる。灯台、灯台って海のやつだっけ。海のやつだっけ。今のよくわからなかった。ま、ノマ灯台、ノマ灯台、ノマ灯台。ありがとうございます。あ、そうなんだ。まだまだ知らないことがね多いね。教えていただいて本当感謝、ありがとうございます。灯台、有名な灯台をありがとうございます。そう、ちょっといっぱいね、学習しなきゃいけないことがね、いっぱいあるんでしょうかのには。コーヒー飲みます。本当にショールームではいろんなことを教えていただけるんですよ。あとは自分の漢字と英語の弱さにってなります。あとはね、みんなわかんないけど、そう、頭いいから受験可能は大変ですね。そういえば、お、そういえば、そういえば、なんでございましょう。そういえば、あれかの、そういえばって言ってたか。好きなやつにいろいろ言ってみる。そう、そうそうそう。はずめさっきはまず行かせていただいたんですけど、多分その時にね、なんだっけ、エマも多分もう時間があれでできなくって、だからそう、なんかね、本当にもう天文台に登ることしか考えてなかった。
登りたいなと思って、そう登りたいなと思ってそこに行ってもそれ以外の知識はなかったから全然ね、そう、そうあのオーディションのショールームの時に行ったんですけど、少しずつでいいのよ、ありがとうございます、ありがとうございます。ちょっとコーヒー飲んでこ、10期生の給仕テスト、いやだー、いやです。はっ、弾み先の展望台、初音台で小銭を用意しましょう、萌え鏡のない展望台、よかったね、ありがとうございます、ありがとうございます。さらに情熱の星、さらに星でもないですよね、うんうんうん、そう、もっとね明るい時に行きたかった。ここのルームは勉強になります。そう、詳しい方がねいる。この前ねパンを作った時もね、パン職人さんがいっぱいいてね、もうどうしようかと思った。今回コーヒーを飲んだ時もね、コーヒーがすごい詳しい方がいてね、本当にお勉強になります。他のことでも、天文台、天文台、弾み先の展望台、望遠鏡のない天文台、フェリーターミナルの横の食堂、弾み先ラーメンが美味しかったっけ、弾み先ラーメン、みんなで写真撮ろうよ、決まった、ありがとうございます、ありがとうございます。階段星になっちゃった。やばな。気づいてなかった。あ、もうちょっとそうですね。もういろんな人に気づいてもらえるようになるかも。そう、そう。エコパ本当に楽しかったんです。本当に楽しかったし、いい経験になったし。上が、あ、なんて読むんだろう。なんて読むんだろう。人生に基本な、すごいな、うん、そう本当にね皆さんねよく知ってらっしゃってね、あのいろんなねことを勉強になる、本当にどなたかミラーボール職人さんもいらっしゃいませんか、いるかもしれない、もしかしたら一人ぐらい、初めて聞いたら旅館気楽屋合ってますか、旅館さ行ってみてください、うんうん、あ、私の頭がミラー、お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 、コーヒー飲みます、ミラーボール職人はもう日本には一人しかいないみたいだよ、じゃあその一人がいるかもしれない、ゆっこぱで考えてみて、ありがとうございます、嬉しいです、合ってます、ありがとうございます、旅館ね、そうな、本当にね知識がね本当に少ない中で行っちゃったから、しかもすごく夜じゃない日がねもう大変、もうギリギリぐらいだった、だからもっとちゃんとね明るい時に行きたい、そうエマもあれだったし、自称わらび餅屋さんもいたからね、本当だよ、わらび餅屋さんもいたからね、もうわらび餅食べたい時に食べれるよ、最初出演がアリーナコンサートステージってすごいことだよね、しっかり記憶にありますか、あります、ちゃんとこの舞台からの景色っていうのかな、記憶にあります、記憶にあります、もう本当にあのサイリウムのこのあるすごいもういっぱいあるそうあのステージっていうのが初めてだったから、それはもちろんねやっぱり印象的だったし、本当にねすごかった、スパパミラーボールの技受け継ぎます、スヌパパが受け継ぎます、かのんちゃんが二人になれます、二人目
いや、かのちゃんが2人目になればそれでいい。あ、そういうことか。ミラーボールか。ミラーボール、ミラーボール職人の2人目。あ、じゃあもうこれで3人になる。わかんない。3人になる。こんばんな、な、な、5000人ありがとうございます。5044人の方、今カノの方の表示でね、ありがとうございます。特技ミラーボール作りめっちゃ面白いやん。いいでね、いいね、ミラーボール作りね。本当に正しいのができるかは分かんないけど、多分形にはしたいよね。ミラーボール作り、ミラーボール作りは東京高橋さん、高橋さん、あ、そうなんだ、そうなんだ、そうなんだ。ミラーボールね、一人、はあ、そっかそっか。なんかいろんなさ、職人さんでも一人とか、もう数少ないね、本当に手作業の職人さんってなんかよく番組とかでも見る。見てますか、ゆいちゃん、ゆいちゃん見てますか。すーちゃん、すんぬアイドルじゃなくてミラーボール職人になる夢が広がりますね。高橋さんはアパートで一人きりで作ってる。カノンが見たのは高橋さんなのかな、ね、ミラーボールを作ってるところが印象的すぎて、高橋さんのことはねちゃんと見れてないけど、そこまで覚えれてないけど、そうミラーボールがねここに来てこんなにね、そうミラーボールびっくりしたわね。このなんだっけ、ここに出てくるやつでね始まったミラーボール、アマンちゃんの話で始まったミラーボール。もうヤコファミリーでミラーボール作りイベント開催、どういうこと。ヤコファミリーで、ヤコファミリーでミラーボール作れるんですか。皆さん1枚こういうの持参、ミラーボール作り、ミラーボール、やばい、今日寝れないかもしれない。コーヒーが美味しい、飲みすぎたら寝れないね。コーヒーなんだっけ、忘れちゃった。シーンはあんま言わない方がいいな、やめとこ。すごいいい感じにさ、 BGM もさ、もう気にならないぐらいマッチしてきた。ミラーボールを一層輝かせる皆さん、ミラーボール、ミラーの夢本は寝れないでは、ね、もう夢予報ができなくなっちゃう、寝れないと。ホワイトもカフェインレスコーヒーですと、トライしてみてはね。カフェインレスコーヒーね、どうしたらいいんだろう。カフェインレスコーヒー、カフェインレスコーヒーなんか違いますか、もうほぼ一緒でしたっけ。ありましたか、うん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 、正式な、ちょっと何をこう正式と言っていいか分かんないけど、やっぱりそうですよね、カノン選んでいただいて皆さんのおかげで情報は入ってきますよね。でもね、もうね自分で判断はできないから、もう何も言わない。明日のおはようメールはね、少し休館ですね。あー、ちゃんと起きます、早起きできるようになりたいんですね。どうなるんだろう、そうレッスンとかコント劇もそうだけど、デュキのみんなとも早く会いたい、早く会いたい、早く会いたい、もう最近はそれがもう本当に早く会いたい、もうデュキのみんなに早く会いたい。コーヒーに合わせデザート好きなものありますか。デザートは、デザートはパッと一つは思いつかないけど、ネットローリーはやめといた方がいいと思います、ヨーグルトね。全然変わりないですか。あ、そっか、じゃあそっちの方がいいのかな。でもしばらくは自分で入れるかも入れるかもしれないから、まだね豆がいっぱいあるね。おお、夕方以降、子供の頃コーヒー飲むと
寝れないのに起きる時間、寝れないのに、お、ん？子供の頃の寝れないのに起きる時間に眠くなる。ほう。コーヒー、コーヒー、コーヒーは本当に修学旅行の時に痛い目にあったから、ね、ちゃんと寝なきゃいけない時はやめとくの。修学旅行の時はもうね、中学校の修学旅行の時はそう、コーヒーの影響もあって寝れなかったのもあるけども、楽しすぎてその昼までの出来事がもうね、目がねもうチカチカしてた。もう楽しい思い出が頭を よぎりすぎて、もう頭があの興奮状態、もう楽しいがもうパーってなっちゃって寝れなかったって。定番はドーナツとか、あ、ドーナツね、ドーナツね、ドーナツ、ドーナツは好きですよ。ドーナツ好きです、ドーナツ好きです。いろいろと間の修行のうちです。早く宿題握手なしって、もう見たい、いいのにカノンちゃんに会ってみたいですね。握手なし悲しいよ。でも本当にそうなっちゃうのか、どうなんだろう、もうこの先わからない。トゥントゥントゥルントゥン、そう、握手会ね、握手会。カノンはまだ記憶力わからない、いいのか良くないのかわからない、良くないかもしれない。でも頑張ってやっぱ覚えたいなって思う。きょーん、ここね、そう、ここ課題をね、コント劇の練習にコント劇に専念できるように頑張らなきゃって思ってるんだけど、頑張らなきゃなんだよ、頑張らなきゃなんだよ。こんなに最初から仲のいい気、難しい、あ、知らんけど、カロンも分からんけど、ジョッキーがどうなんだろう、よく分からんけど、そう、修学旅行って楽しいんですよ。やっぱり子供のカロンではですね、うん、カロンは子供ですよ。コント劇おめでとう、ありがとうございます、ありがとうございます。今日は楽しかったな、はるか昔、うん、修学旅行本当に楽しい、修学旅行楽しいよ本当にね。あの中学校の時のあのなんかそう、修学旅行本当にね、仲いい子たちと いっぱい同じグループになれて、もう本当に楽しかった、本当に楽しかった。ちょっと自由度が増すじゃないですか、小学校の時。楽しかった、初めて握手会、首からミラーボール、首から下げていきますかな、首からミラーボール、おしゃれおなかなか勇気いるね。こんな劇の練習期は夏休み前かなとかないです。ああ、夏休み期間ね。でも課題ね、課題、まあ、今からね、体力作りとかはしなきゃなって思ってる。できるかわからんけど、しなきゃなって思ってる。する。ヤッコファミリーの、名札？名刺？め、ん？名札？考えてきたものに送ってもらって、それを握手会でつけていく。すごっ！名札。名札。じゃああれがね、ピッカピッカの1年生みたいな札にしようかな。桜にヤッコファミリーって書いてあるやつ、皆さんつけてきてくれますか。中学校の時の修学旅行、皆さんはどうですか、中学校、皆さんはどうですか。地域によって違うのかなね。学期はいらない、うか、うん、そうなんですか。ちょっとカノンはなんともね、まだ全然詳しくないからなんとも言えない。握手会、ケースバイケースですか、初めての握手会。いや、握手会本当にね、ちょっとよくわからんなりに頑張った感じ、恥ずかしい。ではつけていくかな、ありがとう、ありがとうございます。いや本当にそうなるかわかんないけど、名札、そう、1年生の中桜な感じ。北海道、北海道は北海道、京都、おー、福祉会いないからグッズゲットできる、
クリアファイルは持ってる。おクリアファイルね。そうカノンも持ってます。なんか沖縄だったかな。おー沖縄いろいろありますね、まあ、小中高と、まあ、他にもいろいろイベントとか。すっきゃ仲いいまで行ってほしい。切磋琢磨、うんうんうん、中学が東京だね、京都だ、東京だってよ。高校生の時北海道に行った。おー北海道、なんで北海道これしかないな。北海道ダメだね。北海道そうなんだっけ、ラベンダーだったっけ。北海道教えていただいた前ラベンダーだっけ。そう冬じゃなかったんですよ。初夏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 の北海道っていうお話も出たな。あとはあれかな、ラーメン、バターコーンラーメンとか、あとは冬と雪、雪のお祭り、雪祭り。あなんだっけ、あじさんありがとうございます京都なら好きなんだっけな、スケバン、これデカって合ってる、スケバンデカで合ってる。えロケすごい、うわ北海道はでっかいどーリオ初見さんありがとう。リオリカちゃんリアンリオ、ちょっと知識がね少ないからありがとうございます。ラーメンのわけ一体、おお長崎でした、うんうんうん、こんばんみー、味噌バターコーンラーメン。ちょうどすねちゃんとの桜の木になるもかどんできたゆきかも、ありがとうありがとう。ラーメンにバターコーン入れて食べるのは観光客だけ、ラーメンにバターコーン入れ食べるのは観光客だけ。え無所で有名なアバシハックで、ないないない北見横旅先で、ね、美味しいものを食べるの楽しいよね。ね美味しいもカノンあ食べるのも大好きなので、食べるのも大好きなので、そう食べ物が美味しいとかに行きたい。ナイアガラって聞くと何だっけ、滝合ってる、ナイアガラの滝。もう終わる時間だけど来ました、あありがとうございます。そう終わる時間教えてくれてありがとうございます。そう22時までしかできないんだよね。ジンギスカ、あそうだ、うんうんうん、ラーメン好きですよ、ラーメン好きですよ、ラーメン、ラーメンとけめ、はい、はい、じゃあそろそろお時間が来ちゃったのでサンデスタイムをねちょっとやりたいんで BGM を変えようかなって思います。よし BGM、 サンデス、もうそうなんですよ、22時がもうあっもう早いよ、22時もうあっという間に53分21時、はい、じゃあ今日もそうもうダンサー流してサンデスタイムいきます。ごと行きまご飯も運転の音楽が毎日こうね、時間はあんまり決まってないんです。いろんな時間にすなちゃんがちょっと今日は出るよっていう日はやっぱ8時より前から始めなあかんしって感じですね。モーターさんありがとうございます。3です3ですタイムですはい、では読んでいこうかなって思います。今日も3ですタイム13位から読ませていただきます。13位、3です、ありがとうございます。12位、3です、ありがとうございます。11位、3です、
ありがとうございます。順位3です。ありがとうございます。9位3です。ありがとうございます。お、8、お、83です。ありがとうございます。7位3です。ありがとうございます。6位3です。ありがとうございます。5位3です。ありがとうございます。4位3です。ありがとうございます。そして3位3です。ありがとうございます。そして2位3です。ありがとうございます。そして第1位ドゥルル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 ルン3です。ありがとうございます。3です。はい、今日はこの今カナの表示で5730人の方、本当にありがとうございます。カナとまったりお話ししてくれてありがとうございます。ありがとうございます。パチパチもありがとうございます。3です。4がいい顔が変な声になっちゃった。ありがとうございます。では少しでもカナのこと気になってくださった方はぜひフォローをよろしくお願いします。ありがとうございます。それでは今日もこの辺で、ね、またごやんね。またね。お話ありがとうございました。またね。あ、ありがとうございます。ののキャン、はい、皆さんおやすみなさい。お疲れ様、ありがとうございます。またこれでね、またのありがとう、バイバイ。またね、またね。おお、またね、ありがとう。またくれてね、ありがとう。おやすみなさい。ありがとうございました。あ、待って、スクショ全然してなかった。最近スクショは止まらなきゃね。はいはいはい、ありがとうございます。わかんないよ。ありがとうございます。ありがとうございます。全然止まれん、うん、ここでまたごやんね。ありがとうございます。ありがとうございます。タイミングをちょっと間違えたかもしれん。ありがとうございます。ありがとうございます。はいありがとうございます。それでは改めて、またね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 。はい、ありがとうございました。おやすみなさい。おやすみ。